というわけでどうもカズチャンネルのカズでございます。私ですね、よく外に出てるというか、そうなんですよ、家を2軒建てておりまして、こちら事務所側、ほんでもう1軒がですね自宅となっております。だからですね、こっちにいながらしてあっちの自宅がねすごい気になるってことあるんですよね。もうね、エリちゃん娘起きたかなとかさ、もう寝たのかなとか、今何してるんだろうとか、もう気になって気になって仕方ありません。まあ、近くにいればいるほどなんか気になるみたいな、そういうのありますよね。ほんで、まあ、子供だけじゃなく、まあ、自分の親をね、介護してる場合とかでも、自分の親大丈夫かな？ほんで、ペットが自宅にいるとき、それもすごい心配でございますよね。いや、なんとかしてね、自分家を確認したい。そう、見守りたい。そこで本日はですね、いいもの見つけてまいりました。というわけで、じゃじゃじゃんということで、はい。猫リコホームプラスでございます。まあ、こちら使うことで、自宅の様子が分かっちゃうっていうものなんですよ、実は。ほんで、例えばね、こちらが標準のスターターキット。これ中に何が入ってるのかというと、という、こんな感じのやつでございます。なんかすごい可愛らしいキューブ状のやつと、こんな USB のね、端子的なやつ。この二つが入ってるんですけども、まずこれ、このキューブ状のやつ。これ分かりやすく言うと、人間でいう脳みその部分でございます。まあこちらがね、なんか色々司令塔となりまして、もう情報をとにかく、ね、入手してくるんですよね。まあ自宅のね、電気代が分かるようになったりとか、こちらがね、環境センサーとなっておりますので、こちらの方から、温度、湿度、また二酸化炭素量など、そこら辺をですね、測定できるようになるんですよ。まあちょっと使ってみますと、じゃあ普通にこちら差し込みますね。よっこいしょ。ほんでこちらなんかも適当にね、USB のとこ。今ちょっと見やすいように、このモバイルバッテリーのとこぶち。ね、これぶち刺しときます。こうするとですね、部屋確認ということで、リング温度は問題ありんやと。ちょっと暑いよって言ってますね、これは。ほんでしかもね、今これ見ると分かると思うんですけども、そうなんです、これ実はね、 LINE を通じて情報を入手することができるんです。だからね、なんだろう、皆さんも結構 LINE って使ってると思うんですけども、慣れてるからこそ使いやすいっていうのありますよね。よくアクセスするしさ。そんで、他にもね、いろんなアクセサリーがあって拡張性が優れてるんです。じゃあ例えばですね、これ使い方といたしましては、まあこれからの季節やっぱ暑さですよね。ほんで自分がね、どうしてもショッピングとかさ、お仕事でお外出るときってあると思うんですけども、自宅にいる子供、介護してるお父ちゃんお母ちゃん、ペットが心配。ほんで、まあエアコンかけていくから大丈夫だと思うんだけども、なんかの拍子でこのエアコンが止まってしまったりとか、ね、いたずらでね、ピッと止めてしまったりとか、ほんで節電節電ということで、あっつい真夏に止めてしまうっていうケースもあるかと思う。でもこれ外にいるとね、どうしようもわかんない。でも、今のように LINE 開いてさ、温度のチェックもできてしまうし、ちょっとね、人によっておせっかいな通知かもしんないけど、そのまんま、おせっかい通知というモードがございます、これ。まあこれ何なのかというと、もう二酸化炭素量とか湿度とかいろんなことがね、わかるようになってますので、低気圧が近づいてきたら、アラーム鳴らしてくれるし、湿度が高すぎても通知がくれたりとか、もう二酸化炭素濃度がね、濃くなったりとか、そうなると頭がボーっとしてきたり、部屋がね、暑くなりすぎたりすると、ラインがね、ピロピロンってなって、温度に問題がありますみたいな通知がね、やってきてくれるんですよ。だから、その部屋がね、高くなりすぎた時にね、ツルーンってくるから、何が起きてんのみたいな感じで確認することができる、見守ることができるといったものになります。まあ、こんな感じで、スマホが勝手にね、ピローンってなってきてくれるから、その機械が苦手な方にとってはね、すごい楽なんじゃないのかなと思います。ただね、私がね、最も使うやつ、それがですね、じゃじゃーんと、はい、こちらになるかと思います。こちら何なのかというと、まずこれ見ての通り、まあそうです、カメラ的な、本当にガチにみんなをね、見守ることができるんですよ。スマホを通じて映像を見ることができる。ほんでこれがですね、センサーでございますね。ちょっとの振動を感知すると、ピロンと通知をね、スマホの方にやってくれるというやつ。まあちょっと今回試しにね、このセンサーでも、ちょっと追加してみますか、これ。ではでは、今からね、センサーを追加してみようかと思います。デバイスを追加。ほんで、何を追加しますかって。まあ、そうなんですよ。オプションで自分に必要なやつをどんどん追加していけばいいと思うんですけど、ほんといろんなものあるんですよね。だから自分のスタイルに合わせたものを追加していけばいいかなと思います。で、私は今回カメラとこのモーションセンサーのやつになるので、これだな。ほんで、ピコッと押して次。ほんで、まあ、これが先ほどの、キューブ状のやつの名前ですね。
これとつなぎますと。でこれですね、 OK です。はい、もうたったこれだけセットアップ完了。ほなこれね、いくよ、ほら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 、今いくよ、ほら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 、今ピコンってピコンって通ってきた。これとね、このカメラ連動させることできます。ではですね、おっとっとっと、ピロンピロンとこれを動かしてるから、これとこれをですね、玄関の方に今からセッティングしています。するとね、めちゃめちゃこれいいよっていう、防犯上にもすごいいいし、子供たちがね帰ってきてるとか、エリちゃんが帰ったとか、そこら辺を見るのにもね、めちゃめちゃ役立つんですよ。ではちょっとセッティングしていきます。はい、では玄関のところに、モーションセンサー、そしてこちらの方に、カメラの方をセッティングしてみました。これがね、どうなるのか、はい、試してみようかと思います。さてさて、なんか変化あんのかな。おい、ピロンピロンになったよ、ピロンって。そうなんだ、おー、なちょっと確認するかっていうのが、これどういう確認なのかというと、あれ誰かが入ってきたぞっていうね。ほんで留守中だったら、それ泥棒さんみたいなね、旅行中でなんかピロ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 なってるようだったら、誰かがね侵入してきちゃったみたいな。ほんで子供たちが帰る時間帯であれば、子供たちがね帰ってくるっていう目印にもなるのよ。ただね、本当に子供たちかなってわからん時あるでしょ。でもご安心ください、前後ですね、ちゃんと録画されてるんです。動きを感知しましたと。でポイって押してみるよ。するとほらあ、これちょうどね、今エリちゃんが出かけるとこだね、これ。はい、出かけましたっていう感じで、感知がこの前の方も遡って見てくれるのよ。まあ、多分今これがね、子供たちを迎えに行ってる、迎えに行った合図ですね、今のは。この時間だから、そうだね。まあ、こんな感じで、ここにいながらして見守ることができている。すごくないですか。ほんで、これってね、まあ、使い方次第で、まあ、玄関じゃなくて別の場所にカメラを置いとくこともできますよね。まあ、例えばね、リビングだったりとか、まあ、ちょっとね、設置場所変えて、今次、多分子供たち帰ってくるかと思いますので、リビングの様子、それで、ちょっと見てみたいなと思います。お、帰ってきた。何してんだろう。広角で見やすいな。奥の方にね、今、娘いるわ。結構綺麗。結構綺麗に映ってんな。奥の方に娘ちゃんいるわ。あ、エリちゃんさんだ。夜ご飯の準備かな。なんかこれでね、ご飯準備できたとか、そこら辺のタイミングも分かりやすくなるよね。あー、やっぱ家いいな、これ。ほんとね、もう玄関ね、もう自分の使い方だと思う。例えばね、寝室とかだったりさ、こともね、寝かしつけといてさ、その間に別の部屋でお仕事するとかさ、ほんで起きてるかどうか、ね、ちゃんと、見たい時にこうやってスマホで確認できる。やっぱ今ね、このリモートの見守り、自分やっぱ一番使うかもね。間違いなく今回一番使う機能になるかと思います。ちなみに、部屋確認、温度が大丈夫かなみたいな、ポイって押すと部屋確認ってなって、今は問題がありにゃと。湿度だね、湿度がねちょっと高いなど、そこら辺も分かるようになってるから、湿度を下げる必要がありますね。カビとか生えやすそう。そして、設定さえしておけば、特定の時間になると、おい、まあこんな感じで、今回のやつだと、今現在の部屋環境の温度などを紹介してくれたんですけど、先ほど言ったね、このおせっかい通知、ここら辺で問題やった時もパッと今みたいにチコーンって言って連絡をくれるような感じになります。はい、というわけでこんな感じで紹介させていただいたんですけども、いかがだったでございましょうか。いや、ほんとね、この時代だからこそ、なんだろう、すごく便利になったよね。まあ、昔だったらさ、もう絶対的に人間がこうやって目で見て、その見守ることが必要だったと思うんですけども、どうしてもね、忙しくてそれができないってケースも多々あるかと思います。でもそんな時に補助的にこのネコリコホームの機能を使ってさ、温度を監視したり、もしくは実際に動きをね、こう監視したりなどなど、もう21世紀を便利にすることができるんでございます。ほんで今のね、この時期だとあんまり関係ないと思うんだけども、冬場になってくるとインフルエンザ流行ったりしますよね。その時にさ、気温が低くなりすぎ、かつ湿度がね低くなりすぎると、まあいろいろリスクが増えますので、そんな時にもね、おせっかいのやつがね通知してくれたりっていう機能もございますので、
いろんな意味で見守ってくれる、そんなサービスになるかと思います。まあ温度低すぎたらね、あったかくしたり、湿度が低すぎたら加湿器を置いて、もうちょっとね湿度を上げたりなど、まあ、いろんなことを見守ってくれるんですよね。ほんで、まあ必要に応じてですね、こちらがスターターキットとなってるんですけども、カメラが必要であればね、こんな感じで追加していただくみたいな形になります。ほんで今ですね、こちらまあ普段だったらね、Amazon の方で販売してるんですけども、まあちょっと試してみたいなっていう方のために、レンタルなんかも今始めてるみたいですので、もしよかったらそちらですね、ご利用してみてください。ほんで今ですね、レンタル開始キャンペーンといたしまして、期間限定でいろいろやってるんですよね。まあお得な内容となっておりますので、興味のある方はぜひ概要欄の方にあるリンクの方、ぜひチェックしてみてください。以上、本日はですね、外にいながら自宅を見守ることができる、ネコリコホームのご紹介でございました。